高橋直澄のトラブルメーカー。皆さんトラボー、高橋直澄でございます。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしでございますかね。さあ、ということで始まりましたトラブルメーカーでございますけども、FC ツアー音重ね、真っ最中でございますが、千葉鴨川温泉の終わりですよね、今週はね。皆さん楽しめましたでしょうか。来てくださった皆さん、そして応援してくださった皆さん、本当に今回もありがとうございました。いや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 、本当にね、で先週は石川ね、加賀山城ね、終わりまして、初日終わりまして、まあまあ、このスタジオ今ね、僕の中では今ね、石川が終わってというところでございまして、まあ今回始まる前までがまあすごいことになっておりましたので、終わった次の日のね、泥さ加減っていうのかな、俺もう泥なのかな俺ってっていうぐらい、なんかね、もうドロドロに、なんか体がもう動かないみたいなね、なんかこう、なんつうのかね、すごく美味しい味噌みたいになってました。焼きおにぎりとかに味噌ぬって塗った時にこうべったりこうくっつくような、あんな感じの仕上がりのね、味噌炭が、すっかり出来上がっておりましてですね、まあそれでもね、その味噌ね、コクがあって美味しい、そんな感じでしたよ。体もね、満たされたというか、味噌垂れたというかね、何言ってるかよく分かりませんけどもそんな感じでね、幸せだったな、やっぱりお客さんの前で歌えるっていいな、なんてね、いう風に思いましたけども、まあでもね、皆さんも参加して、皆さんもですね、若干こう久しぶりにこうね、有客のところに来たのかね、声出していいのかしらとかね、そんなところのこう戸惑いもあったので、若干こうね、おとなしめではあったんですけども、これね、だんだんね、慣れてってね、実は声出してほしいな、なんてね、なんさ、ほら音重ねでございますから、重ねていただけたら嬉しいな、なんていうふうに思っておりますのでね、ぜひぜひいろいろ重ねていただきたいなというふうに思いますよ。よろしくお願いしますね。さあ、ということでね、その重ねる、だいぶ涼しい日は増えましたけども、暑い時さ、まあ交差点とかで待ってるとさ、ほんのちょっとの日陰でもいいから欲しいみたいな時ありませんでしたか。なんかさ、電信柱とか標識の細い影のとこに人がずらずらって並んでんのよ、東京とかって。惑星直列みたいにさ、大した日陰でないのよ。でもその日陰のとこに人間ツツツツって並んでるのがね、本当に今年ね、暑かったね。だいぶね、涼しく感じる日も増えましたしね、そういうことも少なくなってきたんですけど、ジョギングとかウォーキングしてるときにね、僕もその影狙ってやって、そこに入れないとうーみたいになってるとか、そういう自分がいたなみたいなね、そんな感じでございましたけどもね、皆さんはいかがでしたでしょうかね。さあ、というところでですね、行ってみましょう、今週のチョロ。はい、チョロも行ってみたいと思いますけども、チョロね、あれなんですよ、困るなーっていうのがですね、いつも買ってるものが急に発売中止になったりとかね、あるじゃない、そういうことってさ、通販ずっとしてるとさ、遅延しておりますよみたいなさ、なんかそんなの言われてさ、今困ってるのが猫砂ね、いつも買ってたやつが急になくなりましたとか、入りませんみたいなのがあって、でね、似てる商品をこの間買ったんですけど、それがね、まあ、うちヒノキのチップ使ってるんですけど、猫砂、そのね、ヒノキがやったら匂いするやつだったね。そしたらね、チョロがね、まあ、ちょっとずつ混ぜたんですけど、もう僕もこれちょっと匂いするから、きっとチョロもダメだろうなと思ったらですね、ずーっとね、にゃー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 泣きましてですね、くせーよー、掃除しろよバカ野郎みたいな、いや掃除したんですけどねっていうね、いやーもう困りましてね、でやっと届いたって思ったらね、その猫砂がね、同じやつ段ボールで3つ届きまして、俺困って何回もポチポチしてたんでしょうね。で、急に3つ来て置くとこねえわみたいな、今度俺がニャーニャー泣いてますわ。お後がよろしいようで。さあ、ということで1016回目の高橋直澄のトラブルメーカー、今週も元気にいってみよう。高橋直澄のトラブルメーカー。
まずは普通のお便りご紹介していきたいなというふうに思いますけども、今週ね早速感想いただいておりますよ。ありがとうございますね。こちらはですね、福井県の砂風呂からいただきました。ありがとうございます。なおさんとラボ、ダインとラボ、音がさね初日参加させていただきました。私的には、約5年ぶりのお生なおさんです。やっぱり会えたら感情があふれ、涙が重なります。だけど涙くんが出ていった後の空間は笑顔と愛と優しさで満たされました。本当に柔らかくて愛おしい時間が源泉かけ流し笑い、とってもとても贅沢な2日間はありがとうございました。私にとっては小さい時から知っている地元の温泉、 CM だって子供の頃から幾度となく触れ DNA に刻まれているような、そんな場所でなおさんとの時間を重ねられるなんて、まるで古いアルバムにずっと前からなおさんの写真もあったみたいな、昔々からの約束だったような気がしていきます。こんな遠いところまでようこそお越しくださいました笑い。北陸のお湯はお肌に合いましたか？お食事も気に入ってもらえたらいいな。なおさんにとってもこの地が、この場所が大好きな P スポットに慣れていますように。そんな思いとまた会えますようにの願いを込めて、ゆっくり旅の荷ほどきをしているところです、といただきました。ありがとうございます。これはあれですね、もう内容はねネタバレになるからほぼ触れずっていうところのねメールいただきまして、ありがとうございました。私ね、あの日本全国いろいろ好きな場所、本当にね好きなところだらけでございますけども、このね北陸の地、特に大好きなものが多くてですね、あのご飯ね、何せやっぱりお米が美味しいねところが多いですから、もうね困りましたよ。もう中居さんがおかわりいかがですかって言うたんびに、あもう一回くださいって言いそうになる自分をどんだけ抑えるか我慢するかっていうところの戦いでしたからね。もうねもう一口で十分幸せ。もうねそんなご飯が大好きでございました。まあでもやっぱりね、あの食べ過ぎちゃいましたけどもね、もう本当に食べ過ぎちゃうぐらい大好きなんですよ。やっぱ美味しかったですからね。はい、次こちらのお便りご紹介しましょう。埼玉県のおげいさんからいただきました。ナオさんドラボン、はいドラボン、音がさね初回の石川参加してきました。参加されていない方もいらっしゃるので多くは語れませんが、すごく良かったです。一言で言って夢の世界でした。新曲目白押しのアライブは前回のジャイブ&ジュークのちょっとレトロな感じとはまたガラリと変わって、新しい風が吹いたような疾走感あふれる始まりでした。情緒深く洗練されたマサさんとタクさんの織りなすメロディーはナオさんの歌声を包み込んで、とても贅沢なハーモニーとなって私を夢の世界へと誘いました。それはまるで色と光の洪水、そしてジェットコースターのようなアライブ。新曲多めなのに完成されたアライブに感動です。相変わらずお忙しそうにしているようでしたが、いつの間にあんなに曲を作って振り付けまで考えてたのですか。さすがです。やっぱりナオさんはスーパーマンだと思いました。他にもいろいろな企画が盛りだくさんで、ナオさんが今回のイベントを遊園地に例えた理由が分かりました。本当に夢のような時間で、できればずっと冷めてほしくなかったです。会場の湯の国天翔さんもとても素敵な旅館で、ところどころに飾ってあったひまわりがまるで私たちを歓迎してくれているようでした。そうでしたね。従業員の方も皆さん笑顔で親切で、心のこもったおもてなしをいただいて、もし次に加賀温泉に来ることがあったら絶対にここに泊まりたいなと思いました。ディナーもめっちゃ美味しかったですねってね、本当ですよね。店長さんのメニュー表とは別にあった音がさね用のメニューはやっぱりナオさんが考えたものですよね。そしてスタッフさんもフォーサイトの方も、みんな素敵な方たちで、ユーモアがあって気さくで、本当に隅々まで行き届いたお気遣いにとても気持ちよく過ごすことができました。ありがとうございますってね、ありがとうございます。こちらこそ、この場をお借りして感謝の言葉をお伝えできればと思います。次はすぐに千葉ですね。そうですね、千葉終わってますね。ここではどんなアトラクションが待っているのか、ナオズミーランド、めちゃくちゃ期待してます。初見の楽しみもありますが、一度体験した上での楽しみもまた期待が膨らみますね。ああ、多く語らないようにしようと思ったのに、思いが溢れて結局こんなに語ってしまいました、といただきました。ありがとうございます。本当にね、そうなんですよ。湯の国天翔、もう夢の国ですけどもね、ほとんどね夢の国、湯の国天翔さんのね、担当の方がですね、東山と書いて遠山さんだったんですけども、終わった後ね、一緒にほんのちょっとでしたけども、缶ビールを一緒に飲んで乾杯しながらね、お誕生日も近かったりとかね、すごく
なんか共通点多いんですよなんて言いながらテンション高くね。で、遠山さんなんですけども、遠山さんっていうと普通ね、あの遠山の金さんの遠山だってみんな思われるかとかね、そんな話までしましてね、テンション高く。そしてね、あの中井さんがね、あのそれぞれ本当に個性豊かな方でね、まあ、初日私たちね、ちょっとね、あの新幹線いろいろあの手違いございまして、結構遅れて到着してね、で中井さんがあのずっとなんか昼の2時から待ってたんですけど、我々着いたのがまあ夜の7時8時ちょい前だったんですけども、まあしびれ切らしてたんでしょうね。ちょいちょいあのもう少し早く来ていただければ、もうちょっとね、あのゆっくり食べていただきたかったですみたいな感じのがあってね、そのねちょいちょい挟むねポイズンがですね、もうあの直すんで言いたくなるぐらいのね、もう本当にそれがね絶妙にあの本当に毒なんですよ。毒なんですけど、その毒がね、美味しい毒ってあるじゃない。そのね、もうね笑いが絶えなくてですね、次の日その遠山さんに全部お伝えしたんですよ。そしたらね、もうね皆さんがそうやって笑っていただいててよかったです、普通の方だったらあれでしたよねみたいなね、そんな感じのお話もあるぐらいね、ちょっとねあの本当に面白かったんですよ。もうなんかね、どういう風に伝えたらいいか分かんないんですけど、あのね、であのアワビもいただいたんですけど、そのアワビがねメスとオスがありましてね、でその見分け方があるって言うんですよ、その中井さんが。どうやって見分けるんですかって言ったらって笑ったまま言っちゃったの。いやそこ教えるとこでしょうよってね教えないんかいっていう、なんかね、すぐ教えたくないポイズンだったんでしょうね教えませんよみたいな。で次聞いて聞いてやっとね、ここが緑のがメスなんですよみたいな、着物とかが緑がメスなんですみたいなね、やっと教えていただいて、あ、じゃあ僕のメスだったんですね、それはまたふふって笑ってましたけどそんなね、そんなポイズンでした楽しかったですよ。千葉はどんなことが起こってんのかなって思いながらね、そちらの方も楽しみにね、皆さんの感想もお待ちしておりますよ。でね、この後の皆さんもですね、ぜひ楽しみにしててほしいなというふうに思いますんでね、よろしくお願いします。そしてそのね、今回行われましたこの鴨川で行われましたライブの模様がですね、見られる。そして、マサとタグちゃんとね出てくれるアフタートークの生配信トークライブね、こちらの2本の配信が見られる特典付きというですね T シャツ、ただいま販売中でございますので、皆さんね、ぜひ手に取ってね、でアーカイブ期間もだいぶ長くしてございますので、ぜひね一緒にね楽しんでいただきたいな。今回ねどうしても仕事の都合でいけませんよなんていうですねファンメールも実はいただいてるんです。でこれお知らせしてるんで、これだったらね、いつでも見られますからね、そんなお仕事忙しくてもいつでも見られますんで、もうこれでね逃げ場ないですよ。ぜひ買ってね、ライブ見ていただきたいと思います。これで、ね、見れなかったって言ったら僕はもう知りません、本当に知りませんよ。もう最後の最後ですからね。ね。ぜひ見ていただきたいなというふうに思いますよ。すごいんですから、今回のターンライブ。本当にすごいんですから、ぜひ見ていただきたいなと思いますんで。よろしくお願いしますね。さあ、もう一通だけメールをご紹介しようかと思います。秋田県のゆみゆみからいただきました。通販で注文していたグッズが届きました。よかったですね。うん、ありがとう。私が特に心待ちにしていたアンブレライラック。ね、傘ですね。以前から空の絵柄の傘が欲しくて探していたのですが、気に入ったものが見つからず、それがなんとなおくんのグッズで、デザインも私が欲しい夜空と青空と虹と全てが入って、しかも晴れ雨兼用。ねえ、もうこれしかないと思って注文し、届いたお品物を見て感動。開くと大きいのに軽い。絵の部分にすねたも可愛くて、開くと虹に包まれているようだし、傘を回しながらどこを前に持ってきても素敵で心躍るデザイン。夜勤に通勤する前に届いたので嬉しくって早速日傘として使いました。歩いていても差している姿が見たくて、どこかに映らないかわざわざ鏡かガラスの窓の近くを歩き、ニヤニヤする自分、怪しさ満載だったことでしょう。まるで名画を、デザインした傘を差しているような優雅な気分になりました。日常使いしたいお気に入りグッズです。1万円以下だなんて思えない。また在庫があれば会場で追加して買いたいなと思いました。素敵なグッズありがとうございましたといただきました。本当にね、こちらねスタッフさんからもですね大好評でございましてね、ぜひぜひよろしくお願いします。通販でも買えますし会場でも買えますからね、よろしくお願いします。ということでね、皆さんたくさんのメールありがとうございました。まだまだ重ねていきましょうね。ということで普通のお便りのコーナーでした。
高橋なずみオフィシャルファンクラブ20周年記念イベント、重ね重ねありがとう音重ね、ただいまグッズ T シャツをご購入いただくと音重ねライブの鴨川公演と野中正雄一とタグも参加する生アフタートークライブの2本の配信が見られる特典付き。詳しくは通販サイト T ショップをチェック。待ってるよ。なおす、言いたいことも言えないこんな世の中だけど、このコーナーは日々の生活で言いたくても言えない、なかなか言えない、別に言うほどでもないことをポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中に乗せてスカッとしようというコーナーでございます。ということで、早速メールご紹介しましょう。横浜市健吾からいただきました。美容院で担当のお兄さんが俳優の竹内涼真さんにそっくりだったけど、私竹内さんは特にタイプではないのでどうでもよかったのだが、めちゃ話しかけてきたので竹内涼真に似てますねって言おうと思ったけど言わなかった。どうでもいいんですけどすいませんよ、本当にどうでもいいですいいですね、このこういう感じいいですね、いいですね、なんかあるもんね。でも誰かに言いたいってことあるもんね、こういうのね、なんかね、あ、なんか似てるけど、あ、言ったら失礼なのかな、でもそこまでも仲良くないしなみたいなね、言ってもテンションが、あ、そうですか、よく言われるんですって言われてもどうかな、微妙だな、こっちの気分もなみたいな時あるもんね、なんかね、なんか、あ、わかるわ。でもそうね、竹内涼真くんさ、俺はね、意外とね、あの顔いいなって思う憧れの顔の一人ではあるんですよ、ああいうタイプの顔ってね。僕好きな顔の人、竹内涼真くんって、どうでもいいこと言っていい、南野陽子さんにちょっと似てない南野陽子さんにほくろの位置とかもそっくりなのよ。でね、あの目の感じわかんないでしょ、あれ多分ね、メイクしたらね、南野陽子さんに結構似てると思うよ。俺南野陽子さん結構好きだからね、中森明菜さんも好きだけど、でね、南野陽子さんのデビュー当時、中森明菜さんにもちょっと似てるなみたいなのもあって、それで好きになったりとか、いろいろあったりとか、ね、やかましいでしょ、ほらどうでもいいでしょ、こういうことなのよ、ポイズンってこういうことなのよね、というね。でね、竹内涼真くんさ、最近出なくない、そういえばさ、なんかずっとゾンビばっかりやっててさ、地上波に出てくんねえかなってまあこれもどうでもいいでしょ、うん、直すなんてね言ってますけどね。で、誰かに似てる人との話っていうとさ、この間その湯の国天翔さんのさ、ブログの写真見ていただくと、ちょっとちっちゃくして見るとさ、一瞬さ、担当のその遠山さんがさ、ギターの翔ちゃんに見えないで、まさか、あ、一瞬翔ちゃんに見えたって言って、疲れてんのかなって言ってたんだけど、いやいやいや、俺も思ってたんだよねって。そしたらファンメールでも同じようなのいただいて、どうでしょうか、皆さん見たら翔ちゃんに見えませんかね。え、はい、というこんなコーナーでございますよ。さあ、続いてのお便り行ってみましょう。神奈川県ピーターパンダからいただいたナオズン。私にとってナオニーグッズのパジャマを着てお泊まりに参加するかっこ眠るのが夢でした。いつかパジャマを発売してほしいなと思い続けていたので、アンジールームウェアが発売された時すごくすごく嬉しかった。そしてついに明日、このアンジールームウェアを着てイベントに参加します、中心しますというほどでもない、だけど私にとっては念願のご報告でした。わかりますね。そうですか。でもこの時期ちょっと、あの生地半袖短パンではありますけども、暑くありませんでしたか。私最近短パンは履いて寝るんですけど、それでもちょっと暑いなっていう時がありまして、そろそろね、9月末とかになってくるとね、出番が増えてくるかなと思いますけども、いや、こう言って言っていただけると嬉しいですよね。パジャマってなかなか作れてませんでしたからね。そうなんですよ。もうね、ピーターパンダはずーっとね、こうやってね、だから前の日からね、こう、やった、明日はやった、やっとイベントでこれ着れるんだ、着れるんだっていうのはね、本当に喜んでくださってまして、実はね、うちのその音響とかやってくれてました、スタッフ陣もですね、一人、そのアンジー来てくれてましてね、嬉しいなって思いましたよ、本当にね。やっぱね、私、自分で作ったものを、やっぱりみんながこうやって嬉しい、ね、可愛いだ、なんだかんだってね、言っていただけると、本当に嬉しいですし、やっぱり T シャツ明日はやめようと思いますみたいなのを見ると、ちょっと若干こうテンションがそうですか、何がお気に召しませんでしたかねみたいな、若干こう心配な、まあね、いろいろああいうのって好みがありますからね、ぜひ皆さんにね、気に入っていただけるようにと思って頑張ってはいるんですけどもね、なかなか 100% はいかないって、ライブと一緒ですよね、これはね、まだまだ精進しますよ。さあ、続いてのナオズン行ってみましょう。こちら四日市の今年はゾロ目からいただいたナオズン。
今の職場に勤めて丸4年、その間に2回も通勤途中で怪我することってあります？1回目は3年前の1月、長い石畳の坂道上り坂でつまずいて左眼下底骨折と左肩骨折、うわ、2ヶ月と1週間仕事休み。そしてつい先日23日水曜日の仕事帰り、夜の9時過ぎ、青信号で横断歩道を歩いてて右折してきて車に押されてまた左側で着地、今度は打撲。今月過去8月いっぱい仕事お休みに。どうかもう怪我しないようにと祈るけど一言言わせて、打撲でも痛いよ。あ、なおさんは交通事故の経験ない？っていただきました。いやー、交通事故怖いですよね。大丈夫でしたか？もう9月に入りましたからね、治ってるといいんですけどもね。いや、ほんと気をつけてください、まあ、気をつけてたとしてもですよね。もうね、青信号で渡っててやられたらもうね、そうですよね。でもね、青信号は進めじゃないですからね、皆さん。青信号は渡ってもいいですからね。青を見て左右を確認して、いや、断然だったらいい、進んでもいいですよっていうのでね。まあ、とは言いつつね、青だったら行ってしまいますからね、これね、本当にね。いやいやいや、これね、私の父親が教習所の先生だったんでね、青は進めじゃないよって、これちっちゃい頃から口酸っぱく言われててね。それでも私ピョって飛び出しましてですね、まあ、信号がない近所でだったんですけども、自転車でボンってね、近所のおじさんに跳ねられましてね、およそ10メートル空を飛びまして、それでまあね、30センチぐらいの下水路のところにスポッて体ごと全部そんなにうまくはまるっていうぐらいスポッてはまって、それで怪我しなくて済んだんですよね。そんなに、まあ、ちょっと擦り傷とかはありましたけども、それがね、ちょっとでもずれてたら頭を打ったりとかいろんなとこ打って大変だったんでしょうけど、僕はスポッて、まるで箸入れに箸がスポッて挟まるみたいにこんなに綺麗に挟まりますかみたいなぐらいでね、なんともなかった。で、その日ね、中間テストの日だったんですよ。で、空飛びながら、やったー、テストがーってちょっと思いながら、そっとね、空を飛びながら、そしたらね、その日の午後のうちにテストを受けろって言われましてね、残念だった記憶があります。ポイズン、ポイズン、あ、こちらトラブルです。そんな感じでございましたよ。ということで、皆さんね、こういった感じでもうね、言いたくても言えないことを送っていただければと思います。まだまだお待ちしております。以上、ナウズンのコーナーでした。ということでね、いろんな皆さんに頑張っていただきたいなというですね、気持ちも込めまして、お届けしましょう。アルバム、カラーズより、高橋直澄、パレット。感謝らに走って
最後は天体観測パレットに乗せてお届けしようかなと思いますけども、いやあのさ千葉でさこの辺だとさ勝浦とか近いかなと思ったのよ、はるか3のねあのね舞台でもあるねと思ったらね意外と近いと思ってたんだけど意外と遠いんだなと思ったりとかしてね。で、あの千葉のいいところいっぱいあるんですけどもなかなかねこう行けなかったりしてるので、なんかねぐるーっとこうね回らないといけない場所だったりね、こう車とかないとなかなか厳しい場所だったりするんですけども、そういう場所ね行けるといいなーなんて思ってね、まあ今回はね鴨川行けてよかったし、もしかしたらね鴨川シーワールド近いから寄ってきてるかな俺とかね思いながらね、まあ、あの石川の時もねそのこの場所も行けそうでなかなか行けないとこだからなーなんていう風に思ってたんですけど、あの地図アプリで見たりさ検索してるとなんかさこうそれだけでワクワクしてくるんだよね、こんなとこなんだとかさ、あなんか美味しそうなのあるとかね、そういうの調べていくと何にもね知らないのも知らないまんまで行くのとかとだとねこう受け止め方がまるで変わってくるんだよねなんて思いながらね、こう旅行の準備と合わせてその周りの土地とか名物とか歴史とかねいろいろ調べてみると検索してみるとねあのいいんじゃないかなっていうふうに思いますよ。もうなんかね、なんもないような場所かもしれないんですけど、でもねそれでも結構変わってくるんでね、まあ、せっかくだしだってこんな機会でもなかったらね知らなかったり行かないっていう場所だったりするんでね、やっぱり一期一会一瞬一瞬ねその瞬間瞬間をこう思う存分味わってね生きていきたいなってね僕は思うのでね、その場所のいろんな色とか空気とかいろいろ重ねていけるようにね一つ一つがこう最大限に輝く思い出になるようにね、そんな色ねまた重ねていけるといいなというふうに思います。ということで天体観測のコーナーでした。お送りしてきました高橋直澄のトラブルメーカーいかがだったでしょうか。番組では普通のトラメ番組の感想、リクエストメールでハガキでどしどしお待ちしております。現在募集中のジュージュージューシーズのお題は美容室でさ、そしてもう一つはもう戻れませんでございます。そして直澄言いたいことも言えないこんな世の中だけどには言いたくても言えないことをお待ちしております。メールお便りの宛先です。東海ラジオは郵便番号 461-8503 東海ラジオ、メールアドレスはトラメカアットマーク都会レイディオ .co.jp、 ギフちゃんは郵便番号 500-8588 ギフちゃん、メールアドレスはトラメカアットマーク zf-web.com、 東北放送は郵便番号 980-8668 東北放送、メールアドレスはトラメカアットマーク 1260.jp 高橋直澄のトラブルメーカー、それぞれの係までお待ちしております。メールの方は懸命にコーナー名を書いて送っていただきたいと思います。番組ホームページは高橋直澄オフィシャルウェブサイトのトップページにリンクが貼ってありますのでよろしくお願いします。ということで、この間ねシャンプーが目にポッて入りました。あの洗ってるとさピンポイントでそこに飛んでくることない？そういう怖いよね。なんかさ納豆のタレとかもこの間ピュッて飛んできてさ、なんで目なのっていう時あるよね。ということでお別れの時間が来ました。30分の相手は私高橋直澄でした。また来週もここで元気にお会いしましょう。それでは今夜はおやすみ、せーの、まったねー。初めて出会ったあの場所が言葉より伝わるもの感じてた。忘れないで忘れないよ、悔しくて辛い涙を。高橋直澄オフィシャルファンクラブ20周年記念イベント、重ね重ねありがとう音重ね、ただいまグッズ T シャツをご購入いただくと音重ねライブの鴨川公演と野中雅雄一とタグも参加する生アフタートークライブの2本の配信が見られる特典付き。詳しくは通販サイト T ショップをチェック。待ってるよ。